できた、もう見ていいわけ。じゃじゃん、素晴らしい。もう今日から食べるかもしれん。ほら、見た目似てない？すごい似てる。パクリじゃない？バターガレット、焼きガレット。おなんか分厚いよ。クッキーと思ったけど。分厚いね。うん。バタークッキーの匂いしない？うん。めちゃくちゃ。いや、もっと食べられない。もっといいやつ。これじゃない？食べたの。このバターがさ。美味しそうだよね。やばいね。このクリームみたいなのが美味しそうだけど。やばいね。キャラメルソース。なんかドリンク？あ、ケーキ？さっきのケーキみたいなの。何ね、このチョコみたいな。コーヒーかな、チョコか。やばいね。どうぞって。大好物から食べてください。半年ぶり。食べていい？来た、マジモン来た。じゃあどうしようかな。目が食っちゃう。辛い。辛い。ちょっと間違えたかもしれん。でも絶対さ、癖になると思うね。食べた。止まらんけ。ちょっとね。辛くない？辛いよね。舌がピリ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 する。誕生日第1弾、生体ご褒美。久々に行ってきた。やばいってよ。やっぱここのポキポキが一番だね。なったポキポキ。デージ体が軽いってよ。なんかさ、左右が全然違う感がさ、あったのがこの何週間もなくなってるってよ。すごいね。骨盤と肩と手首と首か。目、二人ともなんか目が眠ってる、わかる。だってマッサージでさ、眠くなるって、よかった？痛くなかったじゃん。行ってよかった。よかったね。次。
縄にいながら一度も行ったことなくて、ずっと昔から行きたいと思って。行ったことあるかな、ないかな。楽しかったってよ。人生に1回はやった方がいいかもしれない。1人1300円で5分間乗り放題。でも全然短くないんじゃない、うん、30分乗り放題で3000いくらかかるけど、あ30分乗り放題しんどいと思う。いいよ、うん、ダーリンがさ通り越した時にさ、デイジー笑顔がさ、うん、高校生の時のさ笑顔だったって。んなんかあの時のさ、顔と同じだったってよ。無垢な笑顔、無垢な笑顔、うん、遅くてごめんなさいと思って。そうそう、どこでさ越そうか迷っててさ、うん、だからもうまっすぐのとこしかできないさ。絶対プロだったらさ、あのカーブのところでさ越せると思うけどさ、危ないさね。だから隣のあの速い人デイジーごめんなさいと思ったわけ、うん、恐怖をさ、うん、楽しみに変えようと頑張ってさ、うん、3週目ぐらいからちょっと笑ったけど、うん、最初もずっと叫んでたって。怖いって、うんうん、ハンドル死に重いと思ってからさ、でアクセル踏んだらさ曲がりやすかったから、うん、もう曲がる時にさグンってやってさ、アクセルブーンって言ったらさ小回り切ってほしい。あの速い人がいる時じゃなくてよかったね、最初らへんだね、うんできればね、他のグループが一緒にならないように誰もいない時、そがいいと思うね、うん、後ろに金使うよね。だからよ、一回起こされてるよ。うん、すごいね、人生の体験、うん、今日2つ目クリア。プランよ、プラン、プラン。次、次強くなったかもしれない。金魚、来い。新、何十年ぶりに見たかな、アメンバ。何でかな。毒キノコと思う。
気やわ。郵送物が届いた。届き物が届いた、うん、YouTuber っていうのを人生で初めて感じた、うん、YouTuber って言ってるのか分からんけど始まって以来 YouTube をしていると実感した、うん、会ったことないでしょ。画面越しでしかよ、うんうん、すごいことだと思ってよ、うん、しかもお好みが分かってらっしゃる、うん、かなり熟知してらっしゃる。だね。うん、開けてごらん。どれから開ける？ハッピーターンズ。ハッピーターンズ。今回のはこれ見てごらん。これだけ見たらさ、うん、チンスポに見えるってば。見えない？形がよ、うん。あれでしょ？ファッションキャンディーのチンスポです、うん。おしゃれな。は3本。こっち。で、黒糖ミルク。こっち。うん、塩バターこっちーでチーズ。どれも全然見たこと食べたことないね、うん、チャーリーがお誕生日だというのをご存知で送ってくださったんでしょうか、うん、7月、はい、うん、プリナクのお誕生日です。黒糖、うん、ミルクいってます、うん。黒糖ミルクが国産黒糖と北海道産ミルクパウダーを使用したまろやかで深みのある味わい。開けた。うん、黒糖の匂いするよ。あ、雪の宿の黒糖？うん、あれとは違うと思う。食べた。舐めた。舐めた。匂いはさ、黒糖やったけど。粉がきな粉みたいじゃない？ミルク。うん。ミルクセーキ？粉のなんか袋に入ってた昔の駄菓子屋にあるさ、柔らかいお味がする。うん、中はハッピーターンだった。うん、ね、めっちゃミルクの味する。そんなの人、うん、粉めっちゃミルクだよ。あ、黒糖の匂いはするよ、うん、ねえ、ね、
塩バターかな。塩バターにする。塩バターが発酵バターに焦がしバターを効かせて華やかな香りと甘み、コクが増したバター味。うん、見た目はバターバター、おー、うん、バターバター、ね、大事するね、バターバター、うん、この粉が好きなんじゃないみんな、うん、魔法の粉でしょ。違うね。うん、バターだね。うーん、これハッピーターンって言われなかったら違うお菓子に思うってよね。うん、うまいうまい。バター意外だった。意外だったね。じゃあ和三盆、和三盆、うん、和三盆が和三盆糖のさらりとした甘みに和惣菜を隠し味に加えた奥みが残る奥行きのある味わい。オリジナルと近いかな、もしかして。似合いはあんまりしないけど。しないね、しないね、うん、あ、今私が欲しいのかなと思った、うんうん、なんかめっちゃ柔らかい、うん、なんかこれの方がこんな多くない今までのより。うん、同じだね。あ、私のがかな、全然違うで。これ、うん、バターの前に食べるべきだった。いや、いいんじゃない、うん、うんうん、これがやっぱオリジナルに近い、はい、ハッピーターンの甘じょっぱさ、甘じょっぱさのしょっぱさを抜いた味を上品にした、うんうん、お上品な味がするね、うん、最後チーズ、チーズが爽やかなクリームチーズと旨味の強いゴーダチーズのパウダーをブレンドした豊かな味わい。匂いは普通のハッピーターンの匂いじゃね。うん、さっきより、うん、チーズチーズ、うん、これは一番に食べてはいけないもんだね。うん、うん、うまい、うん、めっちゃこんなすごいね、沖縄にこんなの売ってないよね。見たことない、ん、普通のハッピーターンとさ、ハッピーパウダーがなんか倍になってるやつと、何かね、わさびだった、あったの、あった、わさびじゃなかった、なんかあったの。サワークリームオニオンとキャラメルショコラっていうのもある。気になる。コーヒーとバニラミルクっていうのもある、うん、明太バター、明太バターと思う、博多限定。すごいね、すごいね、魔法の粉っていろんなのできる。じゃあこの4つで誰が一番美味しかったですか。1位と意外性それぞれ。ああ、それがいいかもしれない、ね、うん、第1位選ぶ。第1位ルル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 ダンニャ、あれ違った。チーズって、うん、おいしいチーズ、うん、おいしいチーズ大好き。チーズ苦手そう。じゃあお菓子のチーズは大丈夫。鼻に粉ついてるっていうわけで。じゃあ次、意外性、意外性、これはしちゃったと思って、ね、せーの、ダン、ほら違うだった。まあ3本はさ、一番最初に食べてみたかったかもしれない、かもしれない、うん、もしかしたらここがどっこいどっこいになるかもしれんけど、うん、黒糖ミルクの味には3本食べたからさ、こっちが買ってしまった。これ意外、意外だった。塩バターね、ありがとうございます。ありがとうございます。明日食べる。明日がいいかな、うん、明日、明日前夜祭、明日が前夜祭、うん、これもさ、粉だったんでしょ、うん、ないよ。粉ごなしか残ってないけど、よだれしか出ないっていう、もったいない。ハロー、おお、ラリラリラリ、また同じことが起こってる。